面通しは終わった。うちはサスケ、ものすごく強い。あいつイタチ殺し、真にシャリンガンを持つべき者は奴ではない。里には影分身を置いて直接俺が出向くことにする。もうダメ、それだ。その目、あなた誰？一緒に来い。お前をさらう。分配かの術。子供の喧嘩にしちゃちっとやりすぎだな。シャリンガ、そうか、いろいろ聞きたいことがあっからな。久しぶりに暴れるのか。ほんの少し。キュービの力加減しろよ。なんて強大なチャクラなの。今のよくかわしたな。よく鍛えてんじゃねえか。あのシュッとした立ち姿はもしかし。一旦引くぞシン、こいつの相手はお前一人では無理だ。はあ、ここまでか。見えてきたってばよ、あの塔が。サスケとの待ち合わせは。いいからサラダも荷物を下ろせ。もう少しでパパにやっと会える。よくここが分かったな、奴の仲間か。パパ、サラダなのか。私はすぐに分かったよ、パパだって。やっぱりここだったか。サラダ、あんた何勝手してんの。これはどういうことだ。なぜ子供たちを連れてき、何の真似だ。大目がパパに会うの知ってたから後を追いかけてきたの。私のママって本当のママなの。答えてよ、本当のママかどうか。何かあったのか。の私と同じメガネかけてるパパの隣の女の人は何。その写真は。ママは何も言わないし、パパはずっといないし。一体パパは本当はどこにいて何して。もういい。サラダにだけは話しておいた方がいいんじゃねえの。我々の目的のため、今よりことを始め、暁の復活だ。はい、行くぞシン。私の本当のパパもあんくらい目力で女落とす系だったら。うち発信、うち発信、あの子と同じ名前。囚われてからゆっくり本当のことを話。サラダを頼む。ああ、こん中にいりゃ手出しはできない。これが俺の道理。心配すんなサラダ、大丈夫だ。俺の刀にマーキングを。人としての真価なき種はいずれ滅ぶ。いただくぞ。の旦那様とマナ娘に何してくれてんのよ。大丈夫ナルト。ああ、祈る。え、そうなの。よかった、無事で。ごめんね、サラダにはちゃんと言い聞かせてるつもりだったんだけど。お前も連れて行く。空間だと。ママ！まさに敵の懐って感じね。おとなしくしていろ。貴様はうちはの人間ではお価値があるから生かして。その子も早く治療しないと危険よ。私も手伝うわ。俺らは俺の歯と神経を培養して作ったクローン。俺の死はオロチマルだ。やめなさい。オロチマルの関係者じゃないかって。あのウチハシンと名の左腕、無数のシャリンガンが埋め込ま、まずオロチマルから情報を引き出す必要がある。はママが心配じゃないの。遂行の妨げにしかならない。忍びを目指すなら覚えて。一緒に来るか、お前たちも。奴らはサラダも狙っ。オロチマルのとこならあの写真の奴らに会えるかもしんねえ。クローンだとしても
息子として育ててきたんでしょ。生物には本来死などないのだ。遺伝子はその子、そのまた子へと脈々。遺体がただの器でしかないなんて絶対に間違ってる。遺伝子こそが生命の本質、それが進化だ。あんたは争いの中で新たな忍術や技術が発展し、これは暁を復活させる。ウチハイタチの意志を継いで奴のところに案内しろ。はあ、おいおい、何命令してんの。ハラ、珍しいお客さんだ。オロチマル。オロチマル、この人がお前の部下らしき男に子供が命を狙われ。外の監視は何のため。なら、あのウチハシンと名乗る男は何者だ。懐かしい名前。もう私から離れてしまった、かつての実験隊の一人。用が済んだらそいつらはどうすんだ。消したいなら殺すしかないわね。人間は遺伝子の奴隷みたいなもん。おい、そんな言い方ないだろ。奴がウチハを名乗っているのは、奴の居場所も知っているな。随分とずうずうしくなったものね。お前、動力が弱ってたの。乗れ、お前たち。待っててね、ママ。今行くから。ここが、ウチハシンのアジト。同じ顔が3人。これがクローンって。ごめんなさい、7代目。ママは私が助けます。ひとまず動きを封じて。シンの野郎、何やってんのさ、7代目。どうした？行くぞ。アマテラス！その足ではもう動けまい。お前は木の葉で調べさせてもらう。あの子。父様、守る。俺はナルトほど甘くはないぞ。やめて！パパ！逆転だ。やはりお前たちは弱い。あなた、動くな。この俺がイタチの意志を継ぎ、こんなことでやられるようなヤワな人じゃない。パパとママが守ってみせるから。ママ助けたちがうまくやったんだと思うぜ。俺たちも行こう。もう終わりだ、シン。やれ。使えなくなった肉は廃棄する。だぞ。父様の動力、もう。こんなのがあんたの求めた進化だっていうの。おいおい、まだこんなにいたのかよ。デブイのとかもいるんですけども。クローンがうまくできなかったの。ササノ。まだ死ぬわけにはいかねえ。じゃあサラダ。これ以上は何も悪さしねえんなら、やっていいことと悪いことちゃんと教えてやんねえ。たちの意志を継ぐか。すんげえ怪力だしさ。サラダ、心配させるんだから。この子は苦しいよ。ママ、ママと気持ちがちゃんとつながってるの。なんでそう言い切れるの。お前がいるから。なんかいいな、サラダ。帰るってばよ。あんなろうよ。あんたは正真正銘私の子に決まってるでしょ。気にするな、そういうところはきっと俺に似たんだ。次はいつ帰ってくるの。また今度な。じゃあな、行ってく。私はお預け。じゃあなろう。